新宿名の花号新宿名の花号は東京都渋谷区と千葉県立山市を結ぶ中高高速バス路線である。運行開始当初は全席自由席制のみ全席指定制だったが段階的に座席指定枠を拡大しダイヤ改正が実施された2015年3月14日より全席指定制に全面移行した。なお当日に空席があれば車内で生産ができる。 2014年10月1日から運行開始。1日11往復で運行されている。新宿駅立山駅間を東京湾アクアライン、立山自動車道、ふ津立山道路経由で結ぶ。従前より運行されている東京駅立山駅間を結ぶ房総菜の花号が好評であることに加え、現在までに南房総市で開催されるイベントに合わせ、不定期で 新宿駅発着の臨時便が運行された実績などが走行し、東京駅よりも都内西部へのアクセスが自然な新宿駅と結ぶ新規路線の開設へと至った。同区間は JR バス関東の親会社である東日本旅客鉄道が内房線で運行している特急、新宿サザナミも運行しているが割高な運賃に加え1日に往復で土曜。 休日など宅客時のみの運行に止まっているのに対し、新宿なの花号は廉価な運賃に加え1日11往復で毎日運行されている。運行開始後は開業記念として、正規運賃より100円200円を割り引くキャンペーンが実施された。首都高速中央環状線の全線開通後は、2015年3月14日のダイヤ改正と同時に、同区間経由へ変更し、 所要時間の短縮が予定されていたが、認可手続きの都合上、ダイヤ改正後も、当面の間は従来、通り首都高速都心環状線経由で運行されていた。その後、認可が正式に降りたことから、同年3月16日午後発の便より、改めて中央環状線経由に変更された。現在、バスタ新宿、立山駅間を最短1時間47分で結ぶ。 また、同年3月14日より、並行する、暴走なの花号と運賃を共通化し、合わせて兼ねてからの沿線自治体からの要望に応える、形で通勤、通学確定期限のサービスが開始された。道路線が、JR バスにとっては、木更津ハトリやバスストップのある、木更津市へ、日東交通にとっては、新宿駅へ、それぞれ、初乗り入れとなる。毎年、 若潮マラソンや、ロードレースチクラの開催日には、バスタ新宿発の臨時便を運行している。ふとじは客扱いを行う停留所。バスタ新宿木更津ズハトリバスストップ、フッツア様山バスストップ、ハイウェイオアシスフラックサトマイナスと、三浦ビワクラブ立山駅。ありがとうございます。